ご視聴あざます。シです。今回はやっぱり高校生ではなかった？ユタボン謎の投稿に迫るについてまとめました。シのチャンネルをご視聴の皆様には当たり前の事実を言わせていただきます。ユタボン氏は高校生です。詳しくは日本航空高等学校の生徒です。そのはずなんです。今回はその常識が揺らぐポストをユタボン氏が投稿してましたのでご紹介を。早速ユタボン氏の該当のポストをご紹介しましょう。8月19日の投稿です。今日から僕が通ってる日本航空高校の前期単位認定試験がスタート。通信制やからオンラインで受験できて便利です。人生は勉強しながら冒険だ。だそうです。ご丁寧に自身の名前が入った受験票を持った本人の写真も添付されてます。これは間違いなさそうですね。やっぱりユタボン氏は高校生なんです。さてそんなユタボン氏が入学した高校である日本航空高校通信制課程のホームページを一部引用します。単位認定試験、はい、今回ユタボン氏が受ける試験に関する記載ですね。レポートとスクーリングが規定の回数をクリアすると、日本航空高校の校舎および各地のスクーリング会場で単位認定試験を受験することができます。日本航空高校の校舎および各地のスクーリング会場で単位認定試験を受験することができます。ユタボン氏、オンラインで受験できて便利と言ってることから自宅からの受験ということですよね。でもホームページを見る限りは試験会場に行く必要があるみたいですよ。ではここで問題です。片や自宅でテストが受けられると言っているユタボン氏、片や会場まで来て受験するように書いてある高校のホームページ、さてどっちが正しいでしょうか。今回はユタボン氏が受験票を持った写真を添付してまで説明してます。さすがにユタボン氏が正しいでしょうか。いや、高校の公式ホームページが誤情報を表示したままとは思えません。直近でも高卒認定試験で必須科目の英語を受けないと豪語していたユタボン氏です。受験場所を自分の都合のいいように認識している可能性は高いでしょう。それにそもそも自宅で受験なんてカンニングや代理受験し放題じゃないですか。ということで正しいのは高校のホームページです、という結論に達するにはちょっと早くて、ここで水はもう一つの可能性を提案します。それはユタボン氏だけ優遇されて自宅からテストが受けられるというものです。そもそもユタボン氏の高校入学に関してはみんなの学園からのコネ入学疑惑がまだ払拭されたわけじゃないですからね。他の子が受験当日に会場でテストを受ける中、それを免除されたユタボン氏は自宅で試験を受けるだとするなら、本当は会場へ行かないといけないという事実を知らされてなかった可能性があります。だってほらここユタボン氏が試験を受けるための条件ですけど、レポートとスクーリングが規定の回数をちゃんとクリアしてると思いますか。この点もコネということで優遇されてるなら免除されてるという可能性もあるわけで、ということで結論、そのままユタボン氏が自宅でテストを受けたとすれば、水の中では高校が誤情報をホームページに載せている、もしくはコネ入学が確定すると思ってます。つまりどちらにしろやばいことが確定しますね。ちなみにみんなの学園経由のコネ疑惑に関しては2024年4月29日投稿分、ユタボン多分これです、ブレブレ進路変更の原因解明にて説明済みですので、気になる方はそちらをご覧ください。そんな感じでユタボン氏の高校生活については引き続き疑問視している水です。ユタボン氏の他のポストについても見ていきましょう。大いなる力には大いなる責任が伴う。確かに大きい力を持ってる人にはそれなりに大きな責任が伴います。でも大きな力を持ってなかったとしても人前で発言する以上は責任は伴います。ユタボン氏が自分の力を大きいと見てるか小さいと見てるかはあえて聞きませんけど、ユタボン氏は過去の自分の発言には責任を持ちましょうね。ちなみに今の投稿は映画スパイダーマンの中での発言ですね。なんかあっちこっちの名言を拾って投稿するあたり、お父上に似てきたような。お次、ヘズマ氏がまたおかしいことを言ってましたのでご紹介します。そしてそれに対してユタボン氏の回答が残念なことになってますので、こちらもご紹介します。まずはヘズマ氏のポストですね。何がおかしいのか、よかったら皆さんもぜひお考えください。昨日腹が立ったので話します。大阪の焼肉屋をで禁にされました。理由は迷惑系 YouTuber だからです。今は YouTube のアカウントを持っていないし、人助けしかしていないのに、昔のイメージで人を悪く言うようなクソゴミ店には二度と行きませんよ。肉も吸ってなくてタレも味がなかったし、せいぜい殿様営業されてください。最後に店長が出てきたから有名人だしサービスでもしてくれると思ったら、他のお客様も嫌がっているので、もう二度とご来店されないようにしてくださいって。何様だ、自分周りには絶対に行くなと伝えておきますね。はい、いかにもなヘズマ氏の構ってちゃん興奮ですね。これに対してのユタボン氏のリポストです。自分がやってきた迷惑行為を忘れたんか。ヘズマ流のせいでコロナに感染した人たちとか、人生が狂わされた人たちがどんだけおると思ってんねん。ちょっとボランティア活動したくらいで過去の行いが帳消しになると思ってたらあかんわ。お店だって客を選ぶ権利があるねんぞ。
因果応報、自業自得や。では回答です。まずユタボン氏にしてみればお眉ということは置いといて、ユタボン氏は自身がやってきた数々の迷惑行為は忘れたのかというブーメランは置いといて、今は YouTube のアカウントを持っていないし人助けしかしていないのに昔のイメージで人を悪く言うようなと炎上系がさも過去のことのように言ってますけど、他のお客様も嫌がっていると、当日まさに他のお客様に迷惑になってるということがこの文章の面白ポイントなんです。なのでここでのユタボン氏のツッコミは今も迷惑系やんけが正解です。ヘズマ氏は分かりやすくここでレシーブ、ここでトスを上げてくれてるので、最後のアタックはしっかりしましょう、そういうとこやぞユタボンモン。ちなみに先ほどのポストでヘズマ粒子のコロナ対応を批判したユタボン氏ですが、お父上が次のような発言をしております。案の定思考停止したアホなユタボンアンチどもが無意味な行為を大絶賛していて笑える。まあユタボンのアンチどもはコロナの時から黙食とかマスク強制する学校を大絶賛していたくらいだから、学校教育による洗脳が成功しているんだろう。正しいことを言ったとしても父親に足を引っ張られる人生ハードモード草生えますな。では雪足のコーナーです。大きく成長する人というのは恥をかくことを恐れない。恥をかくことは人の進歩や成長の鍵だと知っているからだ。問題は恥をかくようなことをした時に恥をかいたと正しく認識できるかということよね。例えば日本一周旅行の時なんかは、あの数ヶ月で普通の人の一生分の恥をかいたと思うんですけど、その辺雪足は平常運転だったわけで。向こう水は天才であり、違います。力であり、違います。魔法である。わけわかめ。向こう水は将来のことを考えずに行動することという意味です。天才という意味も力という意味も魔法という意味も含まれてません。というかそもそもこれはドイツの詩人ゲーテの言葉です。正確にはあなたにできること、あるいはできると夢見ていることがあれば今すぐ始めなさい。向こう水は天才であり、力であり、魔法です、という言葉であり、自身の目標が決まったならその気持ちのままに行動を起こせば人生を変えられますよという前向きな言葉です。つまり前段があるのとないのとでは意味が違ってきます。やりたいことや目標が明確でないままただただ向こう見ずに行動するのがまさにユタボン親子です。お二人はまずしっかりと自分にできることや目標を明確に理解してから行動してもろて。完璧主義を求めて頑張りすぎる人は自分のペースを見失いストレスを溜め込む。完璧主義者はそういうデメリットもありますが、総じて責任感が強くて目標意識が高い人です。雪足のお子さんはそこまでいかないまでも少しでも見習っていただいた方がいいかと。ではスーパーサンクスの紹介です。以下フェミニストによる女性だけの街に対するコメントです。ののの耳様、スパさんあざます。ハワイ好きなので今回のお召し物嬉しいからわずかですがスパさん送らせていただきます。ハワイの一番の良さは現地の自然だと思っております。女性だけの街、ちょっと考えただけでも破綻する気しかしません。しかし比較的立場の弱い男性たち相手につまらない文句ばかりつけて女性たちにまで迷惑をかけるフェミたちよりはマシな気がしてしまいます。右の人にしろ左の人にしろどっちか片方に寄っちゃうと極端に視野が狭くなりますよね。確かに男性に対して文句ばっかり言ってる人よりかはある意味建設的な解決方法ですね。できればもうちょっと解決可能な方法を提案してもろて。トム様、スパさんあざます。女性限定の街、言いたいことはスーちゃんが動画内で全て語ってくれておりますが、根本的な問題は問題を起こす個々の男性個人であり、それを世の男性全体に話を広げるのは論理の飛躍ではないかと思うのです。もっともこういう発想に行き着くだけの経緯があったのではと察しました。プロジェクト主が女性だけの街を作りたいと思いに至った経緯が分かりかねますが、状況だけ見るとこの女性側に問題がある印象があります。そもそも生活圏が女性だけになればそれが理想郷になるかのような発言自体がお花畑な感じですね。ボディーチューサ様、スパさんあざます。町作る前に1取り分で揉める、2そもそも金額に到達せずに男社会だとかなんとか愚痴を垂れるのどっちが先かな。まあ好きにしたらいいんとちゃいます。とはいえユタボン君と神テテもそうだけど、本当に本当に日本は幸せな恵まれた国やね。実際問題いろんなところで揉めるでしょうね。そして途中で頓挫すること間違いないです。トム様、スパさんあざます。ものすごく上げ足取りなのは自覚しておりますが、この規模だと消滅集落を再利用するところからもシティではなくてビレッジですね。個人的には再現可能性も含めると村どころかシェアハウス程度でおとりどころを作るべきだと思ってます。そのくらいプロジェクト自体がいろいろな理由で実現不可能な内容です。トム様、スパさんあざます。女性限定の街、動画内で試算されてますので規模や完成度に目をつぶれば場自体は提供できるのかもしれません。ただ現代人の女性が求めるような街での生活はそこにはなく、またなりわい戻していくのでしょうね。元が消滅集落では最寄りの町へ出るのも大変でしょうし、そんな場所へは通販もなかなか届かないでしょう。下手すれば
電気はともかくとして、下水道もなければ携帯電話の基地局もないかもしれません。そういうところを加味すると面白い試みではあると思いますが、スーちゃんと同じく実現性は限りなく低いのではないかと考えます。3分ぐらいで考えた状況であれなので、実際に街の開発が進んだ時や実際に住んだ時に想像してたのと違ったとなるのはもう目に見えてる結果かと。実際開発費用を桁1つ増やしても足りないと思いますよ。トム様、スパさん、あざます。そもそもの話、どうやって男性が入ってこないように監視するんでしょうね。それこそ動画内で言及されていたような壁で囲むとかしないと難しいでしょうし、そこまでしても人の出入りがあるのだから、そこへ常に人員の配置が必要でしょうし、大体自由を求めて女性限定の街行きたい人ばかりでしょうから、そこへ来て監獄同様の場所に押し込まれたら理想とのギャップから絶望して離れていってしまうのではないでしょうか。試算では過去のベルリンの壁の建築費用が見つかったので採用させていただきましたけど、じゃあそれで OK かというと、あの程度ではよじ登られてしまいますからね。侵入難易度を上げるという意味では島を買った方が実現可能性は高いと思いますけど、それでも監視するための設備と人員は必須ですね。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。